もうここもなんかもう弘前っぽく、ようこそ弘前へということで、弘前城、それから桜の名所ですね、弘前公園、そしてリンゴに岩木さんってとこでしょうか。あちらにはなんかねぶたっぽい絵が描いてありますけれども、でですね、これ多分青森行く人は5分後の青森行きの普通列車乗ると思うんですよ。まあ早いっちゃ早いんですけれども、私まあ船の関係で多分その次40分後ぐらいだったかなにあるのでも十分間に合うんで、そいつで行こうかなと思ってます。なんかこの模様の描き方、なんかこれ弘前独特のなんかなんでしょうかね。ここオイルとか弘前としか書いてないですけどね。なんかこの模様はなんか独特の伝統工芸かなんなのかの、なんかの模様なのかもしれない。織物系の描き方ですよね、これは。で多分皆さん人の流れから察するに、これですね、この17分の2番線の青森行きに皆さん乗ると思うんですけれども、これ絶対混むぞということで、私は52分の青森行きで行きたいと思います。おそらくなんですけど、青函フェリーも混むんじゃないかという嫌な予感しかしないです。でトイレ行きたいんだよな。一回改札出ましょうか。ところでこれは何度や、リゾート白神、リゾート白神20周年、出よう出よう、出てトイレ行って、あと結局弁当食べてないんですよ。なんか食べれる雰囲気じゃなかった。それから大国の日の御子と、甲南鉄道おかげさまで90周年を迎えました。へえ、駅名がすごいですね。田んぼアート駅、どんな駅なんだ、ちょっと見てみたい気もするんですけど、あ、でも文字通り田んぼアートなんですね。多分そういうのがあるんですね、きっとね。で12月から3月の間は田んぼアート駅は閉鎖となりますって書いてありますし、弘前駅の駅前に出ました。こっちどっち口かな、城の東口、城東口と書いてますけれども、でってことは弘前城がどっかにあるんでしょうかね。ちょっと見てみたい気もするんですけれども、ただですね、そうお弁当を食べるのと、それからですね、もう一つあって、ちょっと仕事の連絡をしたいんですよ。4時半過ぎにしたいので、だからうっかりなんか列車乗っちゃったら、また列車の中で全然連絡できないっていう、それが実はあって、そうなんです。でも1日遅れてるんで、ちょっと仕事のことあるんですよね。一応ね、現場責任者なんで。で、なんと高岡の森、弘前藩歴史館、弘前ねぷた展、ねぷたって言ってる町とねぶたって言ってる町の2種類あるんでしょうかね。青森はねぶたのような気するんですけれども、あ、でもなんか私が勝手に思ってるだけなんで気にしないでくださいね。そしてなんかここにも SL が置いてあります。C62 の1号機ということで、動輪の直径が、1750mm、だから私の身長と大して変わらないんだ。シリンダーの直径が、520×660 っていうのは何だ、シリンダーって何、それからまあいろいろ書いてます。圧力が、使用圧力が1平方センチメートルあたり 16kg、 あ、結構押しますね。 1.568MPa、 あ、というとなんか分かりやすい。馬力が1290馬力、 967.5kW。なんかこれ仕事の領土があるので、中3の物理とかちゃんと勉強したこと、この辺ちょっとあーって想像はつくと思います。いろいろ、あ、でも C62 って49両しか作ってないんだ。そんなもんなんですね。なんかちょくちょく残ってるか、もっとあるのかなと思ったら、あ、でもそうだろうな。なんかこの辺がもうなんかさくらんぼとかがあった、桃とかがあった駅よりもなんか青森らしくなってますけれども、大森勝山遺跡世界遺産国内推薦決定。何でしょう、北海道と北東北の縄文遺跡群を世界遺産にしましょうという、そういう働きですね。まあ、白神山地もありました。大自然遺産ですよね。文化遺産とかでしょうか。だから世界的に歴史的な価値があるというのが認められればっていう、なんとかってあるじゃないですか、ということですよねって今こっち側出たんですけど、何口っていうのかな。こちらは
何口とは書いてないというか、そもそも出れないという感じでしたね。こっちは弘前公園方面だが、どっか見渡せば弘前城とかあるんでしょうか。岩木山もこっち側でしたっけね。どうだったかな、ちょっと忘れちゃったなっていうか、来たことないんですよ。でもこっちはなんかすごく街を感じますよね。この辺だけかなって感じもしますけれども、でもこっち側が栄えてるんだなっていうのはなんかよくわかります。ちょっと降りてみましょうか。さて、じゃあ出口の方出ましたけれども、こっちはですね、中央口と書いてます。周辺地図、あったあった。それでさっき出たのがこちらの城東口で、あの江南鉄道の弘前駅はこっちになる感じなんですけど、今反対側のこの中央口に出ました。中央口の方に出くと弘前バス停だから中土手町とか、これ大体あの城の土手だなって見当つきますけれども、でこちらに弘前公園で弘前城、これが一番有名ですね。で弘前城からさらに先を見ると、あの岩木山というのがあるみたいです。岩木荘とか、なんかこの 何だっけ、あ、岳温泉とか、岳温泉とか、岩木神社、それから相馬町、ちょっと私もあんまりこの辺詳しくないですけれども、弘前大学なんか、これは青森では有名ですよね。だからこっち側の中央口、今出てる中央口の方が割と栄えてるのかなっていう感じでしょうかね。あの歴史があっていう、歴史があるとかそういう感じなんでしょうか。で、前乗り前降り後払い、弘前来たらこれ覚えておきましょう。江南バスがなんかすごい、なんか昔っぽくて、なんかフィットネスクラブとかでああいうバスある。これすごいですね。ねぶたの、これなんていうの、だしっていうの、山車って書いてだし。鏡絵、不動明王と八人童子、不動明王の眷属、従者である八人の童子が共に悪霊を退治している場面ですということで。ああ、そうなんですね。なんか、あの、童子っていうか、なんか童子って子供じゃないですか。絶対子供に見えなくて困ってるんですよ。あの、なんだっけ、これ。このキャラクターの方はずっとあの童子のような感じなんですけれども。なんですと、青森県特殊詐欺防止被害防止キャラクター詐欺科目、あのキャラクターが詐欺科目って感じですけどね。でねぶたの運行体系とか、なんかこの辺にいろいろ書いてまして、えへへ、なるほど。だからねぶたもねぷたかねぷたもいろいろあって、なんか町名前道路があって、高張町長町賃があって、それから前があって引き手があって、大型ねぷたですね。で後ろに林、手すり金とか差し丸とか、なんかいろいろありますけれども、なんかそういう観点で見るのも面白いかもしれないですね。なんか下手すりゃこれ青森駅ちょっと立派じゃねって感じですけれども、こちらもアプリーズがあって、あれ、そうです、なんかこれアプリーズとかって、どう見てもあのアップルになんか適当にね語尾つけたみたいな、まあ、アップル絶対意識してんだろうみたいな感じですけれども、まあそれはともかく、なんか青森駅よりこっちの方が立派なイメージがあります。なんか駅前もなんか、なんかこっちの方が栄えてるかなっていう、まあ違いはありますけどね。あのファミリーマートが地味にあそこにあったりとかしますが、それからあの大体街にあるあるの謎の銅像が、今度はリンゴの風、まあご当地だなっていうのはよくわかりますけれども、青森駅前のちょっと一丁角行ったところに、なんかしじみ、ホタテ、違う、アサリ、ハマグリ、なんかありましたよね。リンゴの歌、シーナリンゴのあれかな。それから、そうかそうか、あと弘前は青森と違って城下町だから、そのにぎわいも残してるのかもしれないですね。あのそういえば追手門とかあるじゃないですかって、あ、追手門とかあるじゃないですか。そうですよ、それはあるかもしれない。あ、でもやっぱり立派。あ、じゃあそうそうそう、あの20分前だからお弁当どっかで食べて、それで行きましょう。配慮しないと、私もちょっとお腹空いてんですよ。で、なんかエスカレーターにも、このなんかさっきあの駅のあそこで見たようなこの織物っぽい模様がありますけど、やっぱりこの辺特産品なんでしょうかね。多分なんか藍染めと白い糸なんか使って模様を作ったという、そういう何、弘前ガスリみたいな、そんなのあるんじゃないかなという気がするんですけど、それじゃあですね、こちら、どこだっけ、秋田駅で買いました鶏飯をちょっと開封していきたいと思いますよ。まず、割り箸を入れて、そして紐をスルスルっと、
これはテープでは止まってないですね。お、で、お手拭き。お手拭きと、で、ちょっと待ってくださいね。で、結構かわいいですね。卵のそぼろは、私あんまり卵苦手なんですけども。それからこの辺に鶏とか、麩とか、これインゲンとか、これなんですね、銀杏とか。あ、美味しそうじゃないですか。まあ、いただきましょう。弘前駅のお知らせですけれども。今日の朝10時に全部確認とか線路とか全部点検終了して全部再開したみたいですね。いや、だから本当に昨日が山だったってそんな感じですけれども、さということで今47分出発5分前なので1番線ですね、1番線で行きたいと思います。いや、すいません、お願いします。5日目、ありがとうございます。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄より太郎の雑学カフェに飛ぶこともできますので、そちらもぜひご覧ください。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。